はい、おはようございます。プンジオでございます。今日はちょっと悲しいお話ですよね。皆さんご存知のこれ1回目なんですよ。今動画1回目なんで、もしその息が流れてたら一番最初に作った動画でそのまま流してます。これはもし自分で良くないなと思ったら流さない方がいいのかなって悩んでました。悩んでて母ちゃんに聞いたら、いつもこういう動画を流すとダメなんでやめたらって言われました。メンタル弱いんでコメントとかに負けてしまうんで。ただ自分がやりたいこととか自分が思ってる気持ちが出せないで YouTube やるならもうやらない方がいいかな。で、今の私の置かれてる立場とか、沖縄旅行されるとか沖縄移住とかいう動画を作ってる建前ですね。私は沖縄からそういう問題が発生したり、沖縄の人がそういうことあったらそれをやるべきじゃないかなと思います。ですけど、自分の周りのことをですね、いろいろ言っても皆さんはほとんど言いませんし、こう控えめにすると思います。ただ食ってたり食べてて何かやってるのにツッコミが多いです。だから私はまあズバリ言うとリューチェルさんですね、見てていつもよく頑張ってるなと思いました。YouTube やるって孤独なんですよ。一人でやっていろいろ考えて一生懸命やって映るんですよ、やっぱり。だから自分が置かれてる立場とかが反映するんですよ。見てても分かりますよ、やってる人っていうのは。この人も頑張ってるな、この人こうだなって、ただやってるな、やらされてるなとかいろいろ映ってくるじゃないですか。それが動画となって皆さんにお届けして、この個人個人の YouTube っていうのが生きてきてると思うんですよ。僕は見ていて一生懸命頑張ってるなと思いました。よく頑張って自分が生きる道を探してるんだから。で、私も今そういう頭に置かれて、いい時はこれはですね、沖縄にもし移住される方に、どの県も一緒です。どんなところでも苦しいことがあって、例えば鹿児島で行ったら割と灰が降ります。でもあれもあれで、まあ向こうに住んでるとなんかこう自分たちがそこにいるって、これと一緒に生きていくっていう、皆さん周りの人たち見てると微笑ましい。でそこから好きになってくるんですよ。そこから好きになるんですよ。これをまた言うとお前はってバカにしてるって言いますけども、前に私武田鉄矢さんがなんか沖縄の路口行ってたって言うけど、言えるぐらい好きだと思いますよ。だから例えば今今日のお話っていうのはですね、隠蔽するっていうか隠すっていうかですね、今私の周りで置かれている問題点とかを誰も皆さんずっと見てますでしょ。助言してます。助言も何もないでしょ。でちょっと頭の悪い人間に言わして、なんかあったかも俺が叩くのを待ってた、で叩くのを見てまたこんなこと言ってるって盛り上がってる。あれが、まあ、沖縄なんですって言ったらおかしいですけど、まあ沖縄によくあることです。これ移住される方とか沖縄に旅行される方、それは悪いとは言いません。それが反面にして皆様に映るのは優しさだったりいい面にも映ると思います。ただ住んでる私からしてものすごい苦しい時があります。今はその状況です。誰も見てて分かるじゃないですか。私の YouTube 見てて誰も助けないじゃないですか。弁当も買わないじゃないですか。この間なんか節約で一生懸命扇風機もかけないで苦しんでるのに、電気量を使っていく人もいましたよ、弁当も買わずに。だからそんなのも分からないんですよ。悪気があってやることじゃないんですよ。皆さん悪気はないと思います。いいことをやってると思ってます。ただそこの中に繊細さがないっていうかですね、狭間で生きてないんで人のことあんまり考えない。で、何かそこの中で話題性がないから何か例えば私みたいなの見つけてそれで盛り上がっていく。その中に置かれている人間の立場のことも、相手は強いからと思っていると思う。私も強いからやられている方だと思います。だから皆さんもどうなんですかね。例えば見ていてああいうミーカーとか真似して、私もミーカーの真似しました。リューチェルさんがやってるミーカーの真似、あれとってもいいなと思っていつも練習してました。ヤールの話とかやってね、あれが沖縄のあの子がやってたのが沖縄の本物なんですよ。やってた動画とか方言とか、またそれに対して突っ込む方もいるんですが、あんなこと言わない、あれはどっかの田舎の言葉とかなんか言う人もいるんですよ。で、まあ、的になるのはもう仕方ないことです。やった家で最初で覚悟を決めてます。それだけだったらまだいいんですけど、その外部から今回も例えば私が母ちゃんに
あの子かわいいよねって、自分の息子もかわいいからいつも心配だよねって、余計なこと言うなって、関係ないだろって怒るんですよ。そう思ったことすらもダメなんですよ。出すんなっていう、そういう言葉を出さないと、何か誰かが言ってあげないと。だからみんな隠蔽するんですよ、隠すんですよ。まあこれ言ったらまた怒ると思うんで、後で切られるかもしれないですけど、息子かわいいから、リューチェル見ててかわいいから本当に心配だよねって言ったら、娘もそうですけど心配だよね、孫もそうですよ、心配だよねって言ったら、関係ない話をすんなって言う。あ、ここでじゃないですよ、自分に言うなって言うんですよ。考えたくもないって言うんですよ。考えたくもないんだよ。で、後で、例えば前にも私言いましたけど、亡くなった人がいて、みんなで泣いて、こんなに人間がいっぱいいるのに助けられなかったって、泣いてたっていう話を言いました、一回。その人たちは、近くにいるんですよ、本当に。歩いても行けるけど、弁当一個買わないんですよ。一個も、の20年ぐらい弁当やってて、一個も本当に一個も買わない。そのくせ、人が集まってるとき、この弁当美味しいよって、早原の特産だよ、食べてって。そこに置かれたんですよ、葬儀場に。藤原を持ってきなさい、美味しいよ、ここの弁当あって、僕弁当あるんですよ。言うんですよ。悪いじゃなくて、考えきれないんですよ、人のこの、特に我々みたいな人間に喋ってて、いろいろ言って、なんか自分勝手にいろいろやってて、YouTube やって、なんかただこれを動画にしたくて喋ってんだろうとか。思ってる。まあそれもあるんでしょうけど、そういう中で、あいつは大丈夫だろうって。何も言ってこないんですよ。あいつは大丈夫なんか人間なんかいないですよ。ですから、不思議だなと思うのは、ああいう後にご連絡を待っています、なんとかって言いますけど、できないから苦しんでるんですよ。それをなんであんなことをするのかなって。あれは何のためなのかなって。全てですよ。世の中の全て。なんでこんなことをするのかなって。思うことが多々あるんですよ。そこでなんで改善しないのかなって。それを流してるのは、まあサラリーマンのやっていますよいうものじゃないですか。あ、まあ毎回言いますけど、コールセンターなんかも一覧リストが上がってきて、バンバン前、お昼時にも弁当屋のお昼時にも2000円振り込まなかった私が悪いんですよ。それは何回も電話かけてくるんですよ。何回も、もうなんていうんですかね、本当にこのままもう悩ましたいのかな、何をしたいのかなって思うじゃないですか。で、かけない、取らない私が悪いって言うかもしれないですけど、その人は私に対してもそうだから、みんなにやってると思うんですよ。そうやってなぜかって言って会社の仕事だから、リストが上がってきてかければいいから、かければ終わりなんだよ。マニュアル通り人の気持ちがないんですよ、ここには。まあいろんな、そこに保健所とかいろいろ、保健所なんかあれでしょ、ひどい時に音楽を消せって言いましたよ。音楽なんか衛生面には何も関係あるんですかね。いきなり入ってくるやいいな。もう、点検もする前に、音楽が売れたから消してくださいって怒ったんですよ。はぁって私言ったんですよ。音楽関係ないでしょって言ったら、説明できないからって言うんですよ。上から目線なんですよ、だから。もう、そういうふうに。だから仕事をもらって、仕事をするために。人間がもう、ないんですよ、そこに。人はどう思ってんだろう。この一本でもそうですよ。私も未回収の得意先行って取ったこと何回もあるんですよ。お願いして、お願いして行って、電話なんかかけてないんですよ。行ってお願いして、じゃあどうしたらいいですかって、まあええな、変な話、タケノコがいっぱいあるって言ったんですよ。じゃあ僕はそれをどっかに売ってきます、会社にバレたらやばいけど、自分の車に行って夜遅い5時ぐらいから積んで、じゃあ辞めまで走りますって。今だから言えるけど、会社辞めてるから、北九州から辞めまで走って3往復して、その時に向こうから電気料とかガス、それはもらいましたけども、その分ちょっと利幅をつけて売って、その分少し私が向こうにも渡して、何か方法があるはずなんですよ。そういうのもせずに、もう人間的なやり取りなくって、そう生きている中でいろんなことが起こるじゃないですか。だから今日大事に言いたかったのは、そういう中で生きていくので、まあ、沖縄はとってもいいところです。環境的とか、ただその中でそう見えない人たちがいて、狭間の中で悪気がないんですよ。悪気がないっていうから悪いことが見えないんですよ。だから往々にして僕みたいな、よく喋って自分が何でもできてると思ってるように見られる人っていうのは、やめろって言ってるの？この動画。
僕怒ってるんですよ、これ隠蔽しようとしてるんですよ。僕は小さい時から親が、あの親が何や何を止めたそうなんですよ、動画を止める一旦親が止められて生きてきたんです、全てのもの、今もそうです。この狭間の中で生きてきた、強く生きてきた自分でも本当に今めげそうなんですよ、今は。そのものにじゃなくて、なんであんなことができるのかなって、あん自分の身近にもそうやって、今皆さん僕の動画を振り返ってみたらですよ、泣いて怒っていろいろ言ってきて、ああやだこうだって言って狭間の中で作ってる動画とかをもう検索してみて、多分見ても涙一つ流さず、まあ親父と沢に作ったり、親父といろんなことやったり褒めてたり、いろんないいところを出してる動画もあるんですよ。長生きしてくださいって100年、人生100年とかも作ってるんですよ。見て、まあ動画だからこんな生きてんだろうって、悪いところだけ抜粋して、抜いて、文句ばっかりって言うと思うんですよ。ただ、例えば極端な話、もう分かりやすいのに言うと、黄色い船を作りました。あれ黄色じゃなかった、オレンジだったっていう、そこを突っ込むんですよ。で、あの船は、私が、親父がどっかからもらってきて、なんとかでって言うじゃないですか。言ったとしますでしょ、あのバカは、あの女のバカは、私が誰々に何かをあげてからその代わりにもらったんだって、どうでもいい話を付け加えて盛り上がってると思うんですよ。後ろに おばあちゃんが3人住んでたんですよ。ずっと私はその人たちお金もらったりしてお世話になっている人だったんで、3人住んでたって、何々おばあ、あそこのおばあって全部覚えてたんですよ、私が。で、4、5年ぐらい前だよね、あれね、行った時にね、いなかったって言うんですよ。行ってただろ、知らないって言ったら、4人おばちゃん、3人住んでたって俺が言っただろ、住んでなかったって言ってたろ、でしばらくしてから住んでたなってまた言い返しただろ、あれ。だからそういう抜粋の仕方っていうかですね、今全く関係ないんですけど、一番暴露じゃないんですけど、暴露って動画再生数を伸ばそうとかじゃなくてですね、沖縄に旅行で来る、ある面、ちょっと嫌になる時とかあると思うんですよね。なんか対応とか、のろかったりとか、なんか自分勝手であるとか、まあこの間銀行の話もそうですけど、自分勝手である。これはどこの県にもあるんですよ。ただ沖縄だからって決めてしまえば、沖縄が嫌いになって、私も上司とか帰ったとかも、帰ったり辞めたりしたのもいたんですよ。沖縄が嫌い、沖縄は嫌だ。いると思いますよ。ただそこの中で、私は生きてて沖縄が好きだし、沖縄で生まれて、沖縄のことをよく見ていただきたいって沖縄旅行の YouTube を上げてるんですけど、今回こういう状況になって、本当に悲しい。一生懸命頑張って YouTube でも頑張ってたし、真似もしたし、私もああいう動画作りたいなと思ってたし、だからどうぞそういう何かがあってその人が電話するっていうのは無理なんですよ、絶対。私思うけど、後でなんて形式上に出てきますけども、気づいた人たちが誰々はこんなだよっていう電話にするとか、気づいた人たちから真っ先に助けるとか、今もどんなに 何ヶ月間にわたって私行ってても一人も助けないですよ、一人もですよ。まあ三角さんが弁当買う三角さんぐらいと、もうあと教官さんも誰も来なくなりました、あんだけ仲良くしてたので。弁当買いに来てるだけだと思う、助けようと思ってないと思うんです、分かんないと思うんです、動画見てないと思うんです。見てたらなんか助言すると思うんで、もう見なくなってると思います、あまりにも同じことばっかりやってて、もうそういうなん、それが沖縄なんですよ。飽きてくるんですよ、すぐ盛り上がってたら。今これ母ちゃんに言ったらまた怒られますけど、今私が野球の話とかして山川さんの話とか一切しないです。ただ国神の方に行って裏って旗が紫の旗がいっぱいあった、なんであれは何なのって聞いたら、周りに聞いたら相撲をやってる浦さんの出身地って言ったんですよ。全く出身地でもないですよ。だからそういう取り上げ方をするんですよね。そこの弁当屋さん閉めた弁当屋さんもメディアが取り上げる。あそこはいい、あそこはいい。だから我々もそうですけど、今向こうにみんな流れてますけど、いいいいいいって安いって言ってますけど、実際私やってても儲からないわけですから、売れても儲からないはずなんですよ。それをみんながいい、まあいいですよ、そこの商売のやり方に文句は言えないんで。そういう弁当も出なくなってて、
苦しい中でいろんな動画を作っていろいろ YouTube でも伸ばそうとしてもなかなか伸びない中で見るんですよ、いつも YouTube いろんな人、沖縄の YouTube 見るんですよ。だからそんなあのちょっと心配になったんですよね、いろんな面で。ただテレビとかに出てるの明るい感じだったんで急だと思うんですよ、そういうのは急に思うと思うんですよ。もう嫌になると思うんですよ。もう嫌になるじゃないですか、あんなバカ面が来て文句しか言わないですから。バカ面が来て文句した者に対して助けるのはあれ一人じゃないですか。しかしその一人に対して私はまた文句言うじゃないですか。かわいそうじゃないですか、毎日これの繰り返しですよ。そしたらまた同じように変なアホたちがいっぱい現れてきて、昨日も大変だったですよ。なんか家賃が遅れてるとかいろいろ言ってきて、まあ、払いましたけども、なんとか。だからそういうのも考えたら毎回来るのかな、毎回そうなのかな、悩むことはいっぱいあるんですよ。だからそういう中でそういう、まああの YouTube って動画を見てると頑張ってる人もいて、あの北海道の人とかも借金返したとか出てるんで YouTube に託したいんですけど、 YouTube も今あの見ないでくれって言っても見てるんですよ。今も見てるんですよ。見ててもこんだけ喋っても何かまたこれに上乗せして、これが沖縄です。だからその沖縄でもいいこともありますから、来てください、来て私に聞いてください。もしあなんか悩み事あるんであればって言ったらですね、前の子供のことで子供たちに悩んでたらおじさんでこう来てって言ったらなんかいろいろやります。だからもうやめました、あれは動画消します。この動画も消すかもしれないです、もしかしてあまりにもひどかったら。ただ言いたいのは、どの県、どの国、どんなところ行っても住めば都じゃないですけど、人間が住んでますから、人間がいますから楽しい。だから例えば沖縄だったら海を見に行って、一番いいのはあの動画を見てて、あの沖縄ビレッジとかありますでしょ、あれまあ大体県外じゃないですか、集まってる人たちは。私もそうですけど、鹿児島に行った時に、鹿児島っていうのは人間が優しくていいところなんですよ。全部がいいじゃないですか、中にはいるんですよ、合わない人、合わなかったり合わないこととかあるんですよ、福岡行っても。その時に地元の人間が一人二人いて、そいつと悪口少しでも言えたら、そいつもあのなんかこう張りが出るっていうかですね、元気になれる。だからどうぞですね、来たら県外の仲間、まあ、地元の人間とか沖縄県人以外の人と仲良くなって、少しはまあ別に悪口言ってもいいと思うんですよ。そういう悪口っていうのはあると思いますが、どの県にも沖縄の悪口言いながら楽しくやって、いい部分を見て、でダメなものはダメで助けて、言える人たちが増えていければないいんじゃないかなと思っています。だから今回の件で無駄でしたらまずいですよね。本当になんかもう悲しいですよね。一緒に YouTube 見てて、一緒にやってて、自分もうまくいかなくて、今の状況が自分もそうなんだよ。なんかそれに対してなんでやったかって、あの人がやめろって言ったからやったんです。やめろって言って、みんなやめろって言って、もうなんか蓋をするんですよ、すべて。まあこれどこの県でも一緒ですよ。田舎に行けば、都会は違うと思います。東京とかみたいに、まあ、田舎者が集まってる切磋琢磨するようなところではないと思います。田舎に行くと、田舎者が集まってるとやっぱりこう井の中の蛙じゃないですけど、自分たちのものが好きなんで、テリトリーが今特にそれはそこに現れいますけど、来てますけど、だからこれを流しても何の謝罪もないし、弁当一個も買えないし、まあ1000円でも渡せばいいですが、飲み物代でも。来たら普通そうじゃないですか。私も営業に行った時におばちゃんたちにジュース買ってあげましたよ、金がある時は。なんか自分が金あるときは、本当は私もなんかここか歩いて兄ちゃんとかに話してたらコーヒー買ってあげたけど、お金がないからできないだけで、喋ってるときにないからできないだけです。あったら暑いときに渡すとかはしたいです。それが本当の沖縄だと思います。本来ならそれを忘れてってるんですよ、皆さんが入り混じってきて、いろんな人が入ってきて、本来の沖縄らしさがなくなってる中で、生きていくための方法としては自分が住みやすい環境を自分で作って、私は人と接しないという環境を作ってます、今は。だからそこにわざと入っていってどうにかしようって、友達作ろうとかじゃなくて、なくしてます。
だって誰も助けないですから。で、いつも言うのは、私はですね、一人だけ私を褒める人がいるんですよ。いつも褒める人も誰か分かりますか？あれじゃないですよ。一人だけいます。いつも夜も遅くから、朝も早く起きた時も、悲しい時でも、あっちへ行こうって言ってるけど、あの人は絶対に私を褒める人がいます。私はいつも、頑張れって応援してくれてます。それは、私です。私自身です。だから皆さんも自分で自分を褒めて、よくお前頑張るなって、お前苦しい中でもあんな文句やりたいの、アホだねって言っています。どうぞ参考になってんがあれば。なんかその、本当は速攻じゃなくて、いろいろその YouTube を作ってる中での、その彼に対しての思いとかは伝えたかったけど、もう分からないです。できないです。何か。うまく伝えられない。伝えられないけど、沖縄はいいところです。あれだけの可愛い、なんか子供を育てて、みんな一生懸命生きてるんですよ、親も。だからそこで悪いことがあるかもしれないですけど、それは流して、あの可愛らしさを見れば、なんか吹っ飛ぶじゃないですか。今もずっとテレビでも出てきますけども。はい、ということで私は自分が可愛くないんで、そういうお話をさせていただきます。あんまりいい動画じゃないんで、多分これはしばらくしたら消すと思います。見た方は、ぜひグッドボタン押していただいて、見せてもいいような動画であれば、グッドボタンを押して、もう即座に、お前間違ってるって一言でもあれば、もう消そうかな。僕あんまりそういう喧嘩してアンチでなんか伸びていく動画作りたくないんですよね。ただ抑えられて、お前はダメだダメだっていう生きてる人間に対して、やっていくっていうのを見せてるんですよ。すべて抑えられてましたから。一つだけ言いましょうかね、もう。ついでなんで。僕はかけっこが遅いって毎回言ってますけど、もう、早かったと思うんですよ。最後にやったら早かったんで。走り方が変だ。母親にずっとコンプレックスで言ってたんですよ。変な走り方。親父譲りの。だから、それをやるために、それでも、なんかエメラルドじゃない、なんか変な靴、キャラクターの、あれを買ったんですよ。大きめの。みんな、運動会になると靴紐じゃないですか。小学校5年ぐらいもあれだったんですよ。だから、嫌だっても言っても、なんか、やる人じゃなかったんですよ。買ってくれなかったんですよ。言ったら、お前言わなかったってまた突っ込むんですよ。今の頃になると。買わなかったんです、本当に。だから、それが気になってて、どういっそのこと、それを脱いで走れて、脱いで並べて走ったんですよ。だから毎回このビリなんですよ。それに気づいててもあの靴だったんですよ。あの人はずーっと靴蹴飛ばしたり投げたり見てるんですよ。見てますよ絶対。周りでも見てますよ。靴変えれば裸足で最初走れば僕もバカだったですよね。だから今思い出となっていますけど。でも最後の人間は一人ぐらいギリギリで抜けたんで、最初から走ってればそんなにビリにはならなかったし、応援すればうちの子供なんか運動音痴ですけど、大体1位だったりとかって毎回言ってますけど、これは足が遅い話じゃなくて、なんか助言して助けてあげて見てあげてっていう話です。靴元見て、足元見て、走り方見て、いやこれでも大丈夫だ、お前こういう感じだけどこんな風に一生懸命したら大丈夫だって教えてあげて、一生懸命生きろって言ってやったら、こんなことにならないと思います。全てが見もせずに文句ばっかり言って、助けもせずに、あいつは大丈夫だって、まっとうにするはいけないというお話でございました。多分なくなると思います。